タンジパホア郡はアメリカ合衆国ルイジアナ州の東部に位置する郡であり、フロリダ郡部に属する。2010年国勢調査での人口は121,097人であり、2000年の105,588人から 20.4% 増加した。州内で最も人口成長率の高い郡の一つである。郡庁所在地は州都のエミートシティ市であり、同郡で人口最大の町はハモンド市である。タンギパホアという郡名はアコラピサ族インディアンの言葉で、トウモロコシの穂あるいはトウモロコシを集める人々を意味する。タンギパホア郡はその全体でハモンド都市圏を構成している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、郡域全面積は823平方マイルであり、このうち陸地790平方マイル、水域は33平方マイルで、水域率は 3.99% である。ポンチャトゥーラから南の郡域は、関心与海岸沼地と、有機物含有量の高い湿地の灰色から黒色をした粘土層及び清水湿地や沼地の下にある厚い泥炭層で構成されている。ポンチャトゥーラクリークに架かる歩道橋、ハモンド市にあるサウスイースタン、ルイジアナ大学のキャンパス内、農倉通り公園に通じているタンギパホア郡髄下は2000年の国勢調査による人口統計データである。タンギパホア郡はアメリカ合衆国下院議員選挙第1選挙区に属しており、この選挙区は共和党の強い地盤である。郡政府はルイジアナ州憲法と郡自治憲章によって制度が決められており、郡長と郡政委員会によって治められている。郡政委員会は立法府であり、その権限はルイジアナ州憲法、郡自治憲章及びルイジアナ州議会で成立した州法によって決められている。郡長は、郡条例を管理し、郡と委員会の長となる。自治憲章による郡長は、実質的に郡全体の長である。郡長は、郡政府の役人の多くを指名する。その他に選挙で選ばれる役人として、郡保安官、検視官、評価官及び事務官がいる。教育委員会は、タンギパホア郡教育システムを管理している。委員会が、学校監査官を指名し、学校監査官はシステムを指導し、機能を監督する。タンギパホア郡教育委員会が地元の公立学校を運営している。ハモンド市にはサウスイースタン、ルイジアナ大学がある。アメリカ自由人権協会がタンギパホア郡教育委員会とその他の被告を教師主導による宗教教育を行ったとして、これまでに7回訴訟を行ってきた。ありがとうございます。